バナナフリッターズの山寺光一ですバナナフリッターズの日高のりこですバナナフリッターズの関俊彦ですバナナフリッターズは午後19回目の放送でございますあのね新曲2曲のレコーディングが終わったのあのねヒップホップダンスのレッスンが大変なの <laughs> あのねバナナの着ぐるみ着て踊ったの <laughs> 踊ったのやりましたねいろいろあったからねつい<ー>、ね、にそ<の>やりましたまず着ぐるみのこと話しますかそうですね 着ぐるみこれはすごいよ我々オーダーメイドというかねちゃんとサイズを測ってぴったりのものをねいいやつをプロ仕様のね丁寧に作っていただいてそうですよこちらの注文全部受けていただいてねいろんなこと注文してねバナナの着ぐるみを着た時の関ちゃんスーパーマンに変身したぐらいの勢いの輝きがあったよ急にねそれまでしょぼくれたおじさんだったのにこれやりたくてしょうなかったのかこのバナナのスーツを着込んだ途端に 変身もうすごいよいつも来てる。これ本当にね俺夢が叶ったもう俺は本当に嬉しくてしょうがないなかなかできることじゃないですからね確かにすごい笑顔だったもんだからそう、それが一番最初に三本のバナナというね今回我々が書き下ろしたまあ作品おとぎ話みたいなもんなんですけどもそれのねブックレットに入るシール撮りを最初にやったわけですそうなんですよ本当にねセキちゃんがねもう本当になんだ生まれたてのフレッシュってことそんなのんちゃんももうさすがですよね でこういうことやり慣れてるから私って着ぐるみは初めてですよ今までいろんなことやってきました着ぐるみは初めてとても初めてと思えないような可愛かったですよ本当にねありがとうございますでもね山ちゃんのジャンピングバナナ最高でしたそうですねそうなんですあのブックレットで我々が書いたストーリーに合わせていろんなシーンを撮ったんですけども実際何も無対象で物がないところです後で合成してそのそうなカット作るわけですかねイラストにね合わせていくって いうことで。座ってるのと。座ってるってな、もちろんエアーで座るわけなん。もちろん。ね、いろんなエアーがありましたよね。私はぶら下がってる。そう、私だったらね、ぶら下がり。エアーもね、あの形としては無理のある体勢を作らなきゃいけなかったのに。しこさん、山ちゃん、いろんな形を、試してもらって。あのつま先だしね、親指でもって一本で立とうとするところまで行ったんですけど。レディーなしだいたいできるわけないっていうね。ともともで立ったからね。ええ。いろい頑張りました。でも。いいショットが撮れました。そしてね、そのおかげで、いいブックレット。 がね、はい、できたんですよ。よこれはまず楽しみにしていただきたい。うん、さあ、そして、はい、ミュージックビデオやりましたね。やりました。着ぐるみ着ておりましたね。うん、やってみてどうでしたか。楽しかったですね。パパや鈴木先生の振り付けなんて、こんなことでもなければ、経験なんかとてもできないんだけど。 これやっぱりね、振り付けもいいんだよ、これが。そうですよ。地球に優しい感じがした。地球に優しい感じ。すごく。<laughs> パパイヤ鈴木さんも、<laughs> もうメール来て、もう渾身の策だと。いいのできたと思うんですけど。<laughs> いかがでしたか。最高っつってメールしましたけど。本当 <laughs>。そうなんです、うん、ね。バナナのバナナフリッターズの振り付けを、パパイヤがやるというね。そう。そう <laughs> でね撮影もねしてもらってるから間違えちゃいけないとかね気遣いながらなんだけどだんだん踊ってると楽しくなってくるんだよね。でね歌の歌詞に合ってるというかちょっとねグッとくることが何回もあった曲とこの歌詞これの持っている力っていうのかなあのやってて幸せになってくるの。あんな辛いことをやってんのに辛いしんどいって愚痴を必ず挟むなっていうね俺も言ったんだけどね。 本当なんかいい体験だったな。本当本当。俺ね一番好きなのね。一人ぼっちなんて絶対にさせない。つないだこの手をね。あそこ踊ってる時にさ。なあそこね。あそこにや。 今グッド来ちゃうんだねいや私どうしよう今そんなこと聞いたらライブで歌ってるけどヤバちゃん見ちゃうそこに来たらわバラの気温が涙でベチベチになっちゃうかもしれないねよだれと汗とでねバトリガーねこのミュージックビデオもこのシングル CD につきますのでね僕たち同じような振りができるような作り方をしていますのでもうみんな老若男女みんな踊ってもらえるぜひ覚えてもらってなら座りながらでもいいぐらいのねそうですね。座りながらやるパターンとね立ってやるパターン それでもいいんですよ,でいいですよ全然 OK う、えーん

デオは6月7日に発売さ『バナフリ』の22年ぶりの新曲『あのね』通常版の DVD で。さあそれではね <laughs> そんなバナナで踊った曲を皆さん聞いていただきたいと思います。<laughs> はい、少年足部ゴーゴーゴマちゃんのエンディングテーマ「バナナフリッターズ初めてのアニソン」。 そして番組公式ツイッターの方でねバナナの着ぐるみの我々の写真を公開したところバナフリックの富士さんザワザワしておりますやっぱりねマイロの皆さんからメッセージ紹介しましょう着ぐるみ大反響でございますはるかさん着ぐるみと聞いてゆるキャラ的なものを想像していたので思った以上に本気のバナナで驚きました皆さん可愛いです六月7日の発売がますます楽しみになりましたありがとうございますそしてかおるさんバナナの着ぐるみと一緒に踊るのかと思ってましたバナナの着ぐるみで 踊るんですね。<う>で,で早くみたいです。<laughs> ととでじゃ全然違う全然違うよね。でですね。でですまるででです。でピオコさんまさかここまでバナナだとは思ってませんでした。<laughs> うん てっぺんまで黒ずんでるところとかもありリアルすぎます皆さんのフィット感見て笑っちゃいましただだっても何歳になってもどんなことしても可愛いのんこさんが羨ましいですあもうみんなそう思ってるよねこんなにバナナが似合うてっぺんの黒ずみなんてフィッティングの時にリクエストしたんだよねもうちょっとここ。そうあののスタッフの皆さんもやりますかあーやりましょうよってね言っていろいろ細かいことはいこちらスタさん一歳半の息子が見て食べるってならないか心配なくらいまさにバナナそのもの <laughs> この着ぐるみの可動域がどこまであるのか気になります <laughs>、うん、そうこれもねどうやったらちゃんと踊れるかっていうのをね <laughs>、うん、打ち合わせでやってねいろいろ皆さんと作ってくださる方々と打ち合わせして<ー>本当に細かいところまで考え抜いて作ったものです<ー>、はい、さあ続いてはじゅんべさんご当地キャラさんたちの話によると活動限界時間は30分だそうですが大丈夫でしたかあ<ー>30分我々、ね、何時間やってたのね <laughs> これ来てねそうなんだう。私たち意外と顔 疲れてるから、割と楽なの。あ、そうだね。そう、呼吸は別に大丈夫だから。ね、あの、普通にちゃんと自分のね、衣装を着れば大丈夫なんですけど。あなんか、あの、ねじくでた感じで着てしまったり。間違えて人のバナナを着ちゃったりなんか。あれ、じゃ、そんなことないかもしれません。誰だ、そんなことして。人のバナナを着て、なんだよ、これ、きついぞっつって、眼鏡が合わないっつうと、誰だ。俺しかいねえじゃねえよ。そう、両手をねけて、すみません。日高さんの間違ってきました。苦しいよ、おかしいよ。さっき、あれは、ぴったりだったのに、急にきつくなった。

さギりさん、予想以上のバナナでびっくりしましたが、ますます楽しみが増えました。私もバナナの着ぐるみを着て一緒に踊ってみたいと思ってしまいました。どうぞどうぞ。よし、販売しよう。米ネさん、振り付け DVD を見るのがめっちゃ楽しみになりました。バナナの CM の話とか来たらいいのに。いやー、ダモな感じで。いや、もうそれは狙ってますよ、私は密そかに。はい、お気楽貴族さん、ライブで花々しい、いえ、バナばしい、うまい、バナぐるみ姿が見られるんです。ねバナしいいうま ライブの楽しみ方がまた増えたんだもの素晴らしいありがとうございます、はい、えー、ミクさんいや完全なるバナナですね、うん、まさかここまでのクオリティだとは思いませんでしたでこれは小さなお子さんが喜びそうですねうん、うん、できたらライブで会場全員手の振りだけでいいので踊ってみたい そのつもりでおりますけどねえ手の振りもね、<laughs> パターンがいろいろありますからねそうなんです楽しいですよ、ね、えー、うん、京さんからいただきました想像以上のバナナ感満載の着ぐるみでびっくりしました<っ>すごく可愛い,いライブでもこれを着て踊ってくださるのを期待しています、うん、はいサッポンさんお三方の着ぐるみ姿とても貴重ですねこれはひょっとしてライブも期待していいということでしょうか <laughs> もちろんですよいは,い、はい。レミーさん想像以上に可愛らしいですもちろん復活ライブでも踊ってくださるんですよねこれはライブまでにマスターしなくては お願いします、ね、そうしてきてくれると嬉しい、うん、まんじゅうこわいさんさすがお三方の生涯現役の心意気をビンビン感じます <laughs> しかも皆さんよく似合ってるできることならライブで一緒に踊りたいライブの時もこのバナナの粒子をぜひとも拝ませてくださいねとはいサカスさん <laughs> 赤、青、緑の手袋とお靴が、皆さんとってもお似合いです。ステージでもわかりやすいですね。これはね。これはのんちゃんのアイディアなんです。最初は全部黄色でいこうと思ったんですけど、のんちゃんがある日ね。あれこれ、色変えた方が可愛いんじゃないっつって。色もそれ考えてくれて。手袋でわかる。のゲストに出させていただいた時の衣装をモチーフにして、その時の衣装と同じ色にしました。色分けをね。はい。そうなんです。それ、それでね、あの、すごくわかりやすくなってますんで。こればっちですごく。 聞いたね。これがうん、うん、はい。 そして千鶴さん思い切ってバナナですねお三方ともやってやったぞ的なドヤ顔なのがまた最高ですドヤ顔してましたかまあでもやりたくてやってるからねそうですね。自然とそうなったかもしれませんねはいリラクマクマさん完熟バナフリッコから見ても涙が出るほど楽しさが伝わるスイートに感激です今ちょっと弱ってる自分にはこれほどないくらいのエネルギーお三方の思いが元気をくださいますそうかそう言っていただけと嬉しいなうん少しでも元気になってほしいねえさきとさんいやそう 想像以上の本気のバナナでびっくりしました。とっても可愛くて何よりお三方が楽しそうで素敵です。振付ビデオがますます楽しみになりました。どんな振付なのかな。とってもね、分かりやすいけど、いい振付になってますよ。アッシュさん、思ってた以上にまんまらバナナだった。この着ぐるみ姿をデフォルムして、何かキャラグッズ作ってほしい。なるほど。そうなんですよ。ね。いいポイントだね。ライブに向けていろいろグッズと思ったけど、このバナナ着たことによって、ますますね。そうですなんかいいよね。そうですね。我々ならではの感じが作れるかもしれません。

は私たち自らで解説しているバナフリーセルフライナートークのコーナー。今回はタイムマシンにお願いです。この曲は1992年8月21日に発売されたサードアルバム「バナナセンセーション」に収録されています。はい。はい、<ー>そうですね。まあこの曲は確かに僕がもうとにかく大好きで。うん あのサディスティックミカバンドのね大ヒット曲というかもうか日本のロックポップスの中でも名曲中の名曲だと僕は思っててとにかく大好きだったんでこの三人にぴったりなんじゃないかと提案したらみんな受け入れてくれてすごい楽しかったしね当時のライブでもすごく盛り上がった記憶がありますけどこれ歌詞がまたなんか洒落てるよね本当にもうジュラー期から始まってさハリウッドとか行って6名間に戻ってくるみたいなそうそうそう ねえ、すごいオシャレでねオシャレだよねまあハイカラなね感じハイカラだ昔風に言うとね昔名感ですから昔風に言うとそんな感じがしてやっぱりタイムマシンっていうものにすごく憧れのあった時代だよねきっとねねえ夢があるうん。いい曲これももちろん今回のライブでももちろんいきますねこれねいきましょうやりますよねやりますよねセきちゃんアラララってすごいやってる今日だよねそう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 そ そう。あ、私、できるけれども、あれあれってまあキジは二人に任せるから。あ、あ、そうだ。この間発見したんだ。新曲三曲の人ちどれかね、まあ残り二曲であのねもう聞いてもらってるね。まあキジで行こうつうの、私できない。二枚だった。そう。だから私本当にもう声優になってさ、三十年以上経ってるのに、ずっと。 したマキジタを使わなくちゃいけないような役が来たらどうしようと思って浸っずってこと分ないでもできる人とできない人結構別れちゃってるんだよね実際はねいやいやでも本当にちょっと意外だった何でもできちゃうのりちゃんだと思ったから私意外とできないし意外と緊張するしねそうなんだねマキジタ教えるよお願いしますお願いしますまあとにかくこの曲もライブでねきっと やって盛り上がりたいと思ってるんでタイムマシンにお願い,といのね、うん、一緒に歌ってほしいこのプレーズだけねぜひ<あ>覚えておいてくださればタイムマシンにお願い、はい、さあそのタイムマシンにお願いが使用されているサードアルバムバラナセンセーションのリマスター版6月7日発売の BF55 バナナボックス極戦に入っておりますからね、はい、そちらもぜひ皆さんゲットしていただきたいと思います以上バナフリセルフライナートークのコーナーでしたバナフリーカー そろそろお別れの時間ですさあ最後にねいつものようにマナフリンの大事な最新情報をお伝えしましょう、はい、新曲あのねがエンディングテーマとして流れる少年足部5 5コマちゃんは毎週火曜日午後6時45分から NHKE テレで放送中です毎週土曜日午後5時25分から再放送もあるよ 復活ライブバナナフリッターザーゴーゴーリライブ2017 6月9日金曜日午後6時開場午後6時30分開演東京国際フォーラムホール C 全席して税込み6000円そしてまだこのライブのことを知らない方がたくさんいるようなので知らぬ間に終わっちゃったなんてことのないようにしもしもせっきっこおひさねえねえバナフリ復活したの知ってる や山こマジで知らなかったあんたマリオしてちょっと気持ち悪さましたわねあのよかったらライブ一緒に行かないうんでもチケットはあるよだってほら バナフリ復活ライブ開催決定バラのフィッターザー5号リライブ2017東京国際フォーラムホール C6 月9日金曜日午後6時30分開演全席して税込6000円チケットは e プラスチケットピアローソンチケットで発売中詳細はディスクガレージのホームページで山マありがとうありがとうありがとう絶対行くあ私として気が合うね <laughs> 最近ご無沙汰しちゃっているバナトモへあなたも連絡してみてはいかがでしょうか <laughs> もう関ちゃんのね関子がねクセが強いいや山ちゃんにそんなこと言われるなんて光栄だな強いもうクセ強いなんて言われたことないからな山ちゃんが来るからその上をいく感じでねいいですよ。全力出しちゃったわわかかかるるなんねまあとにかくねでもこのライブのことはねいろんな人にね皆さんね自分の中でね温めないでねどん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 。 拡散していただければというう思います。すね、はい、はい、復活ライブに関するメッセージも届いてますよ。こちら寝落ちの女王さん。 6月のライブすごく楽しみなのですが1つだけ不安があります<え>テンションが上がりすぎるのでしょうか私は楽しみなものに参加するとお腹を壊します去年見に行った映画は1年も前から楽しみにしていたのでドキドキしすぎてお腹が急変トイレに途中退場しました <laughs> 今回のライブも本当に楽しみにしているので万が一途中で席を立つ人影が見えても見逃してください念のため数日前からお腹に優しい食事にしますそうなんだ いやこういう方時々いらっしゃるんですよね。楽しみすぎると盛り上がるとそうなっちゃうというね。大丈夫です気にしないでください。もしかしたらステージ上でもね誰か一人らい消えてしまう可能性がある。そうなんですよね。こっちでかい。あと二人いるから何とかしますね。大丈夫ですか。決してそんなにお腹の丈夫なユニットじゃないのでああその通りですね。そうなんです。だからお互い様ですか気楽に来てください。気楽に来てください。来年もはいありがとう。 あのね実は CD リリースと復活ライブを控えたこの時期にまだ新たな展開があるのあるのあるの,あるの詳しいことは来週発表しますのでお楽しみにバナフリーゴーゴーバナフリータザーザゴーゴーお相手は山寺宏一と日高のりこと関俊彦でした「To b e c o e c o n t i n u e d